どうも、キスケです。ということで本日はですね、合体戦士パーティーのリーダー枠に悟空ベジータ、まあベジ悟空ちょっと採用して戦っていこうかなと思います。なんかね、 PVP で当たったんですよね。僕多分プライベートやったと思うんやけど、当たって、まあ、普通に強かったんで、まあ、強えのかなもしかしてと思ってちょっとやっていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。まあ邪念馬に通えんじゃねってこのパーティー思ったから、まあ、使ってるんやけど全然当たらんね、意外と。なんでだ、意外と当たらない。さあお願いします。クソったれー。残念。だる。まんまとってやつだ。オッケー。まあベジットは出さないよ。いやー、そこまでつながんねや、強いな。さすがに落ちない。とりあえずメイン使っとこう。おお、ラッキー。はい、射撃カバチェンなんでね、悟空は打撃圧消化していこう。オーケー。あぶねー。わー、なんで予約なってんのこれ。やめちー。ほらー、こっからよ。はい。2回目。悪くないね。コンボ力がすごく高いよ。いや、これ必殺発で消化しちゃった。マジもったいない。めちゃくちゃ下手すぎる使い方が。うん、たまんねえやこれ。 OK。 はい、射撃か。 OK、 合わせるでーシュンシュン、パンチ、ナイス。これはこっちです。はいはい、ライダーキックだ。ライジングが溜まったぞ。もう悟空しおれてるよね多分。ナイス。はい、悟空も特殊圧使いすぎてさ、塩塩なってんだよな。あぶ、間に合わん。何してんの、めっちゃうまいねんけど。感謝感激ワンダフルチャンネル。いや、出てくるのか。めんどくさいめんどくさい、近づいてくんな、息がくせえ。いや、特殊圧めっちゃ無駄にしてる。助かる、無駄にならなかったみたいです。まだどっちでしろ剥がれるか。 OK、 ここまでか。あとは頼む。バニシングないよね。ドーン。オーケー、いいダメージだ。さあ、ライジング溜まったよ。何回目やね溜まんの。マジで即圧か。どないすっかな。オーケー。何をしている。
いいダメージ。うわー、最悪だ。いや、でも、バニシングは消化させたんで、多分いけると思う。多分いけると思う。さすがに。ドーン。いいダメージです。はい。OK。ライジング。いやー、さすがに守ってくるか、極振り。運ゲーです運ゲーです。マジで運ゲーすぎる。つれー、このゲーム。もうだるいだるいだるい、めんどくせえ。あばす。はい、うん、オッケー。メイン使っちゃう？いや、どうすっかな。友情で返そう。はい。怖っ。中距離打撃。怖すぎ侍。はい。いや、打つしかないか。とりあえず手札破棄でリセットしてって感じかな。ただね、これライジング読まれてるでしょう。あの、時間切れになったらね、多分余ダメージ負けてんじゃねえかな。多分やけど。なんかそんな気するわ。そんな気する。マジで。はい。中距離、よし。いやー、落ちない。落ちないかー。あー、勝つんやギリ、よかったー。ちょ、これはしんどいわ。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。で、まあ、その特徴的なのが緑2枚なんですよね。それがどう作用するのかっていうところにもちょっと期待しながらやっていこうかなと思います。はい、お願いします。さあ、お相手は劇場版っすね。さて、初手はガンマ。了解。ナイス。ラッキーです。うん、美味しい。ちょっとずれたかな、相手。まあ、でもこれによってね、ビーストのあれがたまるんだよな、ユニークゲージが。それしんどいよね。なんで俺これを出さないんだこれ。貫け。通常、あー、通常。通常。あー変身するね。通常がどっか行っちゃった。多分特殊からの必殺とかじゃないのこれ。あ、そうだよな。これパイクーハンワンパンの恐れありです。パイクーハンワンパンの恐れあり。あ、さすがにないか。よかった。バカ野郎。そして陶片木ラッキー。まあ、メイン使っておきますか。いや、これちょっと勘弁して。よし。お願いしてみるもんやな。ちょっと勘弁して。うん、助かります。ありがとなす。はい、さあ、終わらんぜ。あれ。ちょっと時間止まったよ、みんな。大丈夫今の。はい。さあ、たまりそうかな。あと一発。こうへんにやったらベジブルで変えたよ。来ないの。
マジっすか。ちょっと予想外。いや、もう1枚ぐらい来るやろ思っとったんやけど。最悪。ナイス。はい。まあ予約できますか。マジか。カウントが。ここからが本番だ。なるほど。勝ち合う。はい。あー、もううまい。救急力はもううまいのよ。マジかよ。これユニゲマックスなっちゃうよ。最悪。まあでも一回溜まったらあれなんで大丈夫なんで。合わさる。残念。相手のオレコロの復活がめちゃくちゃ硬いね。どないするか。ライジング打てっちゅう話なんやけど。はい。入る。辛すぎる。いやー、これはベジットちょっと落とそう。キラベジはまだやれる。読む。運ゲー落つ。おい、マジかよ。バニシングは知らん、もしかして。バニシング知らない。バニシング知らんか。はい。うん、ナイス。いやー、ちょっと頑張ってもらおう。頑張れキラベジ。 OK。 これが弱いところ。はい。いや、これさ、あと一発でユニゲたまるって状態さ、あんま強くないよね。思わん？あんま強くないんだよな、この状況。はい。あんま強くないんだよな。入る。オッケー。そうなったら強いかも。コアブレイカー前に落としたい。ナイス。まあでも結局この試合あれなんでね、ライジング呼んだだけやから。うん、ライジング呼んだだけなんで、マジで。まあベジブルは落ちてるけどね。ナイス。さあ、特殊カバチン向こうがいい感じです。回ります。いや、こうなったらマジで手つかんと思うんだよな。ただ俺この体力満タンで残ってんの怖すぎんねんけど。ちょっと、はい。さあ、ユニゲマックス。これは射撃アーツにして、あー、必殺アーツでよかったか。まあいいか。はい。あー、最速ばっかや。よくないね。いやー、きついなー。どうすっかなー。オッケー。合わさったー、合わさったー。死んじゃう。てか、これ負けか。もうダメージ多分負けっすよね。勝つ？
あ、そうか、ライジング読んだからか。くだらん。運ゲーすぎて笑うわ、マジで。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、いかがだったでしょうか。うん、まあ緑2枚でもって感じかな。ちょっとね、時間切れ2連続でちょっと疲れたわ。さすがに。なんかバグってね、左上のさ、レジェンズリミテッドっていう文字、なんかどっか行ってんだけど、気のせい、これなんだこれ、バグってんね。はい、まあそれはちょっと置いといて、まあでもやっぱ復活いるんでね、復活いるし、コンボ力の高いアタッカーキャラクターが2体入ってるから、まあ、自分のターンを維持できればかなり、まあ、有利に試合を進めることができるんじゃないかなとは思いましたかね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。